訓練には新潟市東消防署の隊員およそ30人が参加しました。安全な救助のため最初に車両の高温部分や感電の危険がある箇所などを確認。車両と線路の間に人が挟まれた想定で、特別救助隊員は車両をジャッキアップして持ち上げる手順を確認しました。浮き上がった、 SB に上がった、よし、サイドどうだ、1センチから2センチほど上がると多くの場合救助が可能になるといいます。列車の運行のための速やかな作業と二次災害を防ぐ安全性の両立が重要です。 JR 東日本さんと私ども救急隊消防隊との連携が必要になってくると思いますので、その辺の認識だったり連携活動をどうしたらいいかというのが今回、講習会をやって、大変有意義だったかなと思います。このような訓練を継続して行って連携を取りながら安全に、救出作業ができればと考えております。新潟市消防局は JR との連携を深めるためこの訓練を毎年実施しています。